エオアは、イングランド7王国時代のマーシア王。マーシア王ピュバの息子の一人で、ペンダの2位。9世紀の歴史書、ブリトン人の歴史によれば、帝王ペンダとの戦いに敗れノーサンブリア王、オズワルドと共に殺害された。エオアに関する資料はわずかで、同時代の主要な資料であるベーダの英国民教会史及び、アングロサクソン年代記には、 エオワの自責やメザーフェルスの戦いに加わったこと、そこで戦死したことなどについての記述がなく、マーシア王であったことも書かれていない。年代記にはエゼルバルドー及びオハの系譜をたどる中で、エオワの名が出てくるが、教会史にはそうした記述もない。ブリトン人の歴史65章には、エオワの死について、次のような記述がある。彼は、国母医の戦いを行って、 その中でピッパの息子で、彼の兄であるマーシアの王エアワとノルド人の王、オズワルドを殺害し、悪魔の術によって勝利者となった。カンブリア年代記には、影フリーの戦いで、ノルド人の王オズワルドとマーシア人の王エアワが、命を落としたとの記述もある。これら二つの資料によれば、エオワは642年8月5日のメザーフェルスの、戦いの当時マーシアの王であり、 弟のペンダによって殺害されたことになる。エオワとノーサンブリア王、オズワルドの死についての記述はごくわずかなため、戦いに至る経緯などは不明である。エオワはペンダと共同でのマーシア王、あるいはペンダの上王だったとする説や、エオワはオズワルドに従属しており、メザーフェルスでは、オズワルドと同盟を組んでペンダと戦ったとする説も、ある。また、マーシアには、 この頃まで共同王位制の監修があったことから、ペンダとエオアはマーシアの南と北を別々に統治していた可能性もある。イギリスの中世史家、ニコラス・ブルックスは、もしエオアが635年からメザー・フェルスまでの帰還王位についていたとしたら、ウェールズがマーシアを襲撃した際に書物を抱えた修道士たちが残殺されたと言われる出来事を説明できるとした。 つまりブルックスは、もしエオワがノーサンブリアの区物であったなら、オズワルドがマーシアで、キリスト教不教を促進しようとした可能性があり、従って、当時まだ異教徒の国であったマーシアに、修道士の存在したことも説明がつく。ペンダは、ウェールズと同盟関係にあったことは、資料から知られており、これと修道士の存在とから、襲撃は、ペンダ治世の出来事ではなさそうだと述べている。 エオワの血筋は死後も断エズに残り、ペンダンの孫、ジェオルレッドが死去した716年からは、エオワの子孫であるエゼルバルド、オファ、エグフリソが続いて、マーシア王となった。アングロサクソン年代記のエオワからオファへの系譜が書かれた部分。アングロサクソン年代記には、エオワの血筋である二人のマーシア王、エゼルバルドとオファの系譜が次のように記載されている。エゼルバルドは、 アルウオの息子、アルウオはエアワの息子、エアワはピューバの息子。エオワのヤシ後にあたるオファは、アルウオとは別のエオワのもう一人の息子、オズモンドの子孫である。オファは、シングフリスの息子、シングフリスはエアンウルフの息子、エアンウルフはオズモンドの息子、オズモンドはエアワの息子、エアワはピバの息子、ピバはクレオダの息子、クレオダはキネワルドの息子。 キネワルドは、クネッパの息子、クネッパは、イッチェルの息子、イッチェルは、エオマルの息子、エオマルは、アンゲルセオーの息子、アンゲルセオーは、オッファの息子、オッファは、ワルムンドの息子、ワルムンドは、ウィフトライの息子、フィフトライは、ウォーデンの息子であった。6世紀末のクレオだから、エオワを経て8世紀末のオファ、エグフリスに至るマーシア王の系図。数字は、ザイーネン。 ありがとうございます。